え、二回目です,すいません。先月無職になった社会不適合者の24歳女です。えー、せっかく時間もできたので YouTube をはじめ今登録者30人くらいです。もっと多くの方に見てもらいたいと思うんですが何か良い方法ありますでしょうかサムネでは申し訳程度に胸や足を出してますが、基本的に両方で顔出しや声出しはできないので、それ以外でお願いします。じゃあ無理じゃないですかね。 その人気者になりたいですって言ってる YouTuber をやろうとしてる人って世の中いっぱいいるんですけど、あの見る側がどういうモチベーションでその動画を見ようと思うかっていうのが全く考えられてないんですよね要はそのあの、まあ。女の人が胸とか足とか出してるんだったら見たいよねっていう人がいるのは分かってるわけじゃないですか。なので胸とか足とか出してると見る人がいるんですよ。 で、でも、それを出したくないのであれば、残念ながら、その、あなたの放送を見たいと思う人は少ないよね。で、そこに自分の時間を使う魅力はないよねって話だと思うので、なので、その、自分が何を提供できるのか、要はその、他人の時間を奪う行為なんですよね。その、YouTube で動画を見てもらって。なので、その、自分が何の価値を提供できるのかっていうところを考えて、それがないのであれば、もう向いてないよねって、早めに諦めた方がいいんじゃないかなと思います。